ホワイトベースに帰還したガンペリーに美晴の姿はなかった。誰なんだ、知っているのか。密航者だったんです。美晴いなくなっちまって。美晴、泣かないでよね。あんたと会えてよかったと思うよ。ジルとミリーかい？あの子たちなら大丈夫さ。私の弟と妹だもん。うまくやるよ。いつまでもこんな世の中じゃないんだろうね、カイ。死んじゃ何もならねえじゃねえか。死んじまっちゃう。それは戦場に生まれた淡くそして不器用な恋であったのか、大西洋上空で美晴はその若い命を散らせた。南米の連邦軍本部ジャブローに到達したホワイトベースは、マチルダの婚約者であった技術士官ウッディ・マルデン大尉のもと、次の作戦に備え整備作業に入っていた。君がガンダムのパイロットなのか、マチルダから聞いていたが。マチルダ中尉から。少年たちは正式に連邦軍所属の辞令を拝命、ティアンム艦隊第13独立部隊となり、次の任務が陽動作戦であることを通達される。戦局に翻弄される少年たち、そしてついにジャブローに迫る敵。発光信号来るぞ。第一戦闘配置に切り替えろ。ミハル、俺はもう悲しまないぜ。お前みたいな子を増やさせないためにジオンを叩く。徹底的にな。敵攻撃空母および戦闘機部隊多数接近。モビルスーツ隊の効果を確認。各員迎撃態勢に移れ。事務隊の出撃準備が整うまで何分だ。4分半です。急がせろ。それまで何としてもジャブロー内部への侵入を阻止するんだ。ジャブローに散る。突入します。続いて5分。ゴム隊続け。超大佐の帰国隊は最後に突入してください。了解した少佐。降りられるのかよ。ドップ隊3回対空砲を叩いて突破口を開く。ガンは高度を取りつつ引く。メガ入賞を打て。エンソメイ、こんなところに余裕を消すやんか。第1波効果。冗談じゃないぜ。
フィン。アムロ、気をつけろ、クライスピナー。宇宙船のプレイ火災発生、噴火反応を出せ。現在行っているのはトラブレット卿の声に言われて、こちらエモス、ゾイド。オラスキン、守備はどうなの？爆薬を仕掛けたところであります。突入しました。両面で行こう。ここはボック2機で合わせる。私とガラスキンクは上流から守備する。ついてこい。アミノ、これ以上避難するともたんぞ。一番楽しい時